おはようございます。どうもドラヘイです。皆さん、木曜の朝いかがお過ごしですか？僕は今日はね、これから必要なお金を払いに行く予定になっております。まだまだ払う期限までの余裕はあるんですけど、早め早めにやるのが僕のパターンなので、まあ月の初めということでさっさと払って気分を楽にしたいなと思っております。皆さんの地域の寒暖差はどうなっていますか？僕の住んでいる地域は朝マイナスっていうか、朝最低気温が5度ぐらいで、最高気温が25度ぐらいまで上がるっていう、なんか1日で20度ぐらい寒暖差があるような気温になっております。体調もね、すごく管理するのが難しくなっておりまして、僕もちょっとなんか体が重いなとか疲れるなとか、ちょっと体の関節とか背中が痛いなっていうことで悩んでおります。そんな中でもね、日々の暮らしを充実させたいと思ってるんですけど、もうすぐ蕎麦の季節になりました。近くの畑を見ていますと、蕎麦の刈り収穫を行っておりまして、今週末から再来週ぐらいまでにかけて蕎麦祭りっていうのが各地で行われるようになっております。僕も一生懸命新しい新蕎麦を食べたいと思っております。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。